武庫川女子大学の食物栄養科学部食創造科学科は、食と栄養の専門知識を身につけ、次世代の食産業にイノベーションを起こす人材を育成します。学びの特徴は、1、専門性が磨けるコース。販売流通と食品研究開発の2つのコースで専門性を磨きます。2、全員参加のインターンシップ。全員が企業や生産現場のインターンシップに参加、実践力をキャリア形成につなげます。3、人材の育成。企業との商品開発や共同研究で発想力、リサーチ力、コミュニケーション力を高めた即戦力になる人材を育成します。2つのコースについて、1年次2年次では食の専門家としての知識を身につけ、3年次ではフードマネジメントスタディーズとフードイノベーションスタディーズのいずれかを選択し学びを深め、4年次の卒業研究ではインターンシップや企業との共同研究などの産官学連携で実践力を身につけます。食創造科学科ではご覧のような免許・資格の取得が可能です。食産業のさまざまな現場を見学し、自己の適性やキャリアについて考えると同時に、学習・研究への意欲を高めます。